ちょっとお兄ちゃんと話そうぜ。いや、怖い。竹やって、女やって、ギャンブルやって、この世の娯楽を全て楽しむんだよ。このピンクレモネードな。何？飲むたびに、五感を失っていくんだよ。やってきまーす。意外とうまくでしょ。というわけで今日はホテルカデッシュなんで、皆さんどうぞよろしく。ホテルカデッシュのキャラクター設定からいきましょうか。役の売人ピンキー25歳、母親はガンで闘病中、治療費を払いたくて役の売りを始める。大学病院に連れて行かないといけなくなり、さらにお金が必要になる。親友の兄トットから製造を教わる。逮捕歴無数、酒好き、女好き、ギャンブル好き、売りではなく製造をしている。目的に一回行くんだけど、お金持ちを探して大口取引だったりピンクレモネードを売ることを目標にする。ピンクレモネードとは後で説明します。彼女は薬で死にましたと。家族とは疎遠、父親はもう俺のことを見限ってます。唯一母が信じてくれようとしていて、何度も試しているが構成できない。後ろめたさを感じている。後ろめたさっていうのはまあストレスだったりなんだったり、母親がすごいこっちを見てくれてたんだけど、そんな中で母親が癌になってしまって、俺にあんなに良くしてしまった母さんが苦しんでる。でも俺は母さんのあの気持ちを存在に扱ってしまった。不調というかテンションなんだけど、基本的にやーみたいな軽いノリでも仕事の時は落ちます。ピンクレモネードっていうの売ってんだけど、どう？触れてほしくないところ、家族の話ですね。これは全体的に言ったら父親の話でも、見限られた父親の話でも、母親の話でも癌になってるね。ピンクレモネードとは一錠100万円。人はどんなに集中しても脳の 20% しか使えていない。本当に集中していて 30% ぐらい。でもこのピンクレモネードを服用すると12時間 100% まで脳の稼働率を増やすことができます。副作用は、殺し以外の快楽が、薄れていく。五感が薄れていくで。一錠100万円は妥当な値段っす。これ元にした映画があるんだけど、その映画っていうのは脳の稼働率を 100% にして、ハリーポッターとかそこら辺よりも5倍ぐらいおもろい小説を1日で書き切って億万長者になってました。じゃあそれ使って治療費稼げばそこは副作用につながってくる。もうピンキーはほぼ失いかけてんだよね。何回か飲んで五感が薄れていくっていう副作用に気づいたのはピンキー時代なんだよ。五感が薄れていくといろんなものが薄れていき、母親を助けたいという気持ちすらも薄れていくので、それを知ってんだよ。でもこいつは売るの。俺の、RP ゲームは面白くしようとしません。目的だけを遂行します。大金持ちを探すこと、薬の大口取引をすること、用心棒を探すこと、彼女探し、これはまあ優先すべき重要度かな。ちょっとまだ設定甘いけど、まあそういう物語作りとかはほんと脚本レベルになんないとどうしても齟齬が発生しちゃうんで、今回はこのレベルでいきます。いや、また来ていただけて嬉しいです。うん、楽しみにしてきました。結構キャラクターもめっちゃちゃんと作ってて、はい、前回、はい、キャラクター設定ほぼなしでいったんで、今回はキャラ設定ありで。そうですよね。はい。すげえ、俺初めて来た。しばらくしたら長いかな。なるやつなんでね。理性のいいやつらばっかだな。今のところ目ぼしいやつあいつだな。あのババアは間違いなく金持ってるからな。話しかけよう。あとは話してみるとわかんねえな。物騒なもん持ち込んでるやつが多いな。なんだあの腰刀は。本当に殺しは起きねえんだよな、ここ。あの人なんか前もどっかで見た気が。ご安心ください。ここホテルカズシの管轄下では、血が流れるようなことはありませんよ。うさんくせえ。仮にあったとすれば、それはここホテルカズシの苔に関わることです。確かに。彼らは我々の安全を確保すると同様にサービスを提供しています。これだけ人が集まるってことは、そこは守られてるわけだ。そうです。我々のような多種多様な人間が一堂に会するためには共通の秩序が必要なんですよ。おう、ミスシュレリア、どうぞよろしく。あなた新人か。はい、こちらには初めて参りました。金持ってその何してんな。あらあら、そんなことないですよ。なかなかあった可愛い。若干先入ってからさ、俺と二人で話そうぜ。では後ほどお話盛り上がるのは結構ですが、別の方にお戻りになられては。頼むぜ。ではまた後ほど。ありがとう。
どうやら今日盛り上がりそうですね。お姉ちゃん、次の方13階の部屋を取ってるんだが、鍵くれねえか。13階ですね。ああ、それと姉ちゃん、お名前伺ってもよろしいですか。もう一個。何か13階より上にもう一部屋取ってくんねえか。可愛い姉ちゃんと今夜さ寝る予定なんだよ。あら、あら、何かしら。そちらの予約が取れてからもう一度どうぞ。13階、ピンキーだ。13階ピンキー様ですね。はい、確かに。どうぞ。ありがとうよ。でも、あの人のおかげで今後、タバコ吸ってもいいってことな。ほー。どうも。金持ちそうなのがワンサかやるな。これはどう？で？だからこれなんだよ。先ほどは、まあ一応依頼は依頼だったんだよ。おっさん。はい。おっさん。もまた何か。おっさん。うん。ありがとう。ちょっといいか。探し物ですかな？もう悪いな。俺ここ初めて。これ何に使うんだ？カウンターで渡されたんだけどよ。なるほど。どういった手段でこちらに入ったかは存じ上げませんが、コインをお持ちでしたらお客様ではございます。どうぞ奥のバーで飲み物とお引き換えになってごゆっくりおくつろぎください。全員ありがとうよ。ちなみにそちらはビップルームでございますので、申し訳ありませんが、お客様には入室権限がございません。何？ VIP？ 当たり前の話だけど、VIP には金持ちが集まるのか。はって、VIP といってもピンからきりでございますが、そもそもそのコイン1枚だけでも日本円に換算しますとおおよそ100万円。そんなすんのかこれ。ドル換算ですと、ご存知ありませんでしたか？ドリンク頼んでる場合じゃねえぞ。どうしてんだこのお寺。信用通貨でございますから、あくまでもここではそういう価値を持つというだけでございます。換金もできますが、あまりおすすめはしませんな。なるほどな。分かったよ、さん。ありがとうな。ええ。やよいよ。楽しんでくださいませ。お邪魔するよ。これ、ここで交換できんだろ？うん、そうそうそう。もらうよ。一番強い酒これ。強い酒ってなるとウイスキーかな。今日は酔っ払いてんだよ。うん。あ、ごめん。ウイスキーロックでも大丈夫？おう、それ頼む。お姉ちゃんかわいいね。はいはい。な、おだれても何も出てこないよ。よいしょ。はい、じゃあ、ウイスキーロックです。ありがとうな。ふわーって始めるか。金持ちって言ったね。あ、なんだ、お前金持ってんのか。まあ、とある新聞会社の社長とだけ言っておきます。おー、なるほど。お前じゃ金持ってんだな。じゃあちょっとさ、おめえに話があるんだよ。ああ、何です。俺はさ、普段からさ、ヤクを売ってんだよ。こんな自己紹介したの初めてだよ。俺の売ってるヤクってのは、一級品なんだよ。お前ピンクレモネードって聞いたことあるか？人間っていうのは脳みそを常に 20% しか使えてねえ。でもこのピンクレモネードがあったらな、脳の稼働率を 100% まで上げることできるんだよ。だが制限時間は12時間オンリーだ。興味ねえか？殺しの界隈のやつらはよくこれを使ってる。アイアンサイトでも5キロ先の頭をぶち抜けんだぜ。このピンクレモネード飲んだやつ、ハリーポッターを超える作品を一晩で書いたってやつ見たぜ。あ、値段は1錠100万円。今すぐここで即決しろっていうのはちょっと厳しいかもしれません。いやいやいや、それはダメだ。俺は現金、それかあのコインで今払ってくれ。それか後ででもいいぞ、話しかけてくれたら。用意できるんだったら、OK、そうしよう。お願いしますね。じゃあ購入確定だな。何錠欲しいんだ。言っておくか。ということで、まずは1錠。わかった、1錠だな。欲しいんですけど。言っておくか。これは激薬だ。あんまり周りに言うんじゃねえぞ。また後で、OK、近場の路地ででも打ち合いましょう。わかった、話しかけてくれ。今はちょっと目がつくので、ああ、また後で出会いましょう。あとよ。それでは。金持ち見つけたら俺に教えてくんねえか。いいですね。つてがあるか探してみましょう。頼むぜ。新聞社なら情報持ってんだろ。さーて。うっ、やばい。どこだここ。誰かいんのか？
着替えてる。着替えてる？着替えていいって言われた。そうか。水着に着替えて。着替えてる女の子が一番好きなんだよ。ちょっとお兄ちゃんと話そうぜ。いや、怖い。さて、あのババアはどこ行ったんだよ。ババア、いた！ハロー、マダム。誰かババアって言ったの？ババアなんだよ。ちょうどよかったね。ちょっとあっちに座ってお話しましょう。奥様、大丈夫なの？大丈夫、大丈夫。あなたどちらからいらっしゃった？お名前も聞かせて。ほらな、ピンキーってんだ。ピンキー、ジャパニーズのあれよね、お菓子みたいな名前ね。何なさってるの？あんまり大きい声で言うとダメよ。まね、何やってるかっていうのは、まね、大きい声で話すと困る時あるから。正直言いましょう。私は今お金持ちを探しています。うんうん、マダムが一番、ね、輝かしくお金持ちに見えたのでお話をしました、うんうん、ああ面白いこと言うわね。はい、私は普段 ある薬を売ってるんです。ああ、ある薬、どんなもの売ってるのかしら。ピンクレモネード、聞いたことおありでしょうか。12時間限定ではありますが、 100% 脳みそを使うことができます。なるほどね。優れものでございます。あら、こんなところでそんなもの扱うの？そうなんだ。でも悪いものじゃない。いや、面白い話してたのよ。いや、なんか合法なお薬のお話をなさってるらしくてね。そうなんだ。お嬢さんも興味あるかい？そっちの話をしたいの？お嬢さん、かわいいね。あなた、私が誰だか知らないでここに来てるの？悪いな、俺今日初めてなんで。ちょっと待ちなさい、休んだかちゃう。ちょっと入るわよ。あー、ジャパニーズのやつだ。入らせてもらおうぜ。俺ぐらいになるとよ、ビップなんてすぐ入るんだよ、さ。なめんじゃねえよ。かけて。どうしたの？何の話したの？ガチで？ん？何？姉ちゃん、俺のこと誘ってんの？いや、なんか仕事の話してるんでしょ？仕事の話か。そっか。その時計見せてくんねえか。時計？あんた金持ちだな。金持ちっていうか、そもそも私ここの支配人よ。ああそうか。でもな、俺支配人かどうかなんて関係ねえんだよ。あんたが金を持ってるかどうかだ。本題に入っていいんだな。いいわよ。金を持ってるやつにしか話をしねえんだよ。いや、はい、ああいいじゃん。酔いが冷めてきたんだ。はい、お飲み物をと思って。はい、ソフィアさんもよろしければ、お仕事の話を、なんか私にもあれですけど。ケイ、あの、扉の前に、安中、ちょっと置いといて、お願い。なんだ、物騒なもんじゃねえよ。いやいや、別に、あなたを取ってくるなんて思ってないわよ。薬の話でしょ。そうだよ、そうだよ。だったら、私よりももっと適任がいるわよ。ほぉ、紹介してやる。姉ちゃん、話わかんだね。あなた酒飲みすぎて仕事の話できるの？俺が金稼いでんのなんでか知んねえのか。酒のために稼いでんだよ。あなんか癖が、あーそういうパターンね。全部と癖が強い子ね。こんにちは。お姉ちゃん、支配人さんがよ、あなたが薬の話わかるってご紹介に預かりました。まあそう、ね、ピンキーと申します。ありがとう。どうぞよろしく。あ、ピンキーちゃんね。どうもよろしく。あ、そうやんよ。やん、あんさんやんと呼んでいいか。みんな安中って呼んでるけど、やんでいいわよ。勝ってるわね。というわけで、まだ扉の向こうに客人が無限にいるんでな、話は迅速に済ましたいんだ。いいわよ。俺は単刀直入に言うと金持ちを探してる。なるほどね、金持ちね。どうしたんだい、お金欲しいかい？金持ち相手に今日は売るもんを持ってきてんだ。噂には聞いてるけど、まあ随分ときな臭いものらしいわね。きな臭くねえよ。お前効果知ってんのか？
てかお前服用したことねえんだろ。決めた時にわかんだよ、あいつのヤバさが。あんたが今脳みその容量を何パーセント使えてるか知ってるか。一錠だけでいいから試してみろ。どうだ。私から踏んだくろってわけ。面白いかね。おめえこの貴重さがわかってねえな。50万でこれが売るって破格なんだぜ。俺はやったことがあるからこれだけお前に売れるんだよ。あの薬は本物だ。なるほどね。そもそも製造は俺がしてる。あんたの様子見る感じは随分と怖そうなもんだけどね。あんたの態度見る限りは。そうかよ、分かった。俺は扉の向こうに無限に人がいいんだ。あいつらに売りゃいい。あんたが興味ねえんならもう出るじゃん。待ちなさい待ちなさい。どうすんの。待ちなさいよ。金が手に入ったらどうするつもり。金が手に入ったらお前酒やって女やってギャンブルやってこの世の娯楽を全て楽しむんだよ。そのために金が稼いでんだよ。当たり前だろ。それ以外何やそういうやつは多いわね。あんたお母さん心配してるんじゃないの。あんたみたいな坊やがこんなところで元気にやっちゃって。なんかいやねお前その話どこで聞いたんだ。私の話したいって言ったね。何よそんなあんたお母さんに心配かけてダメよって話をしてんの。母親がどうとか言うんじゃねえよ。今関係ねえだろ。あ悪かったわね。自分と痛いとこ踏んじゃったみたい。おめえは無理だ。あんた出て行ってくれ。倒れるわよ。それか俺が出ていく。気分が悪い。ないよ。ああ仕方ないわね。ずいぶん変なやつ入れたもんね。よし、失礼。気分を害したかね。部下の教育くらいしとけ、おっさん。てかお前誰なんだよ。ああ失礼。名乗るのが遅れたな。私は君がさっき話してた銀髪の女の上司だ。まあこの彼氏の総支配人だな。なるほどな。支配人さんよ、話があるんだよ。だ、ね、ああ聞こう。さっきの女には話が通じなかったんだよ。あんたは頭が切れそうだ。それはどうも。あんたよ、ちょっと待ってくれ。ああ、ずいぶん飲んでるな。俺は今日ここにいいもん売りに来てんだよ。おさっきの女には話が通じなくてよ。でもあんたは分かりそうだから話をする。それだけ分かってくれ。俺あんたを買ってんだよ。あ？嬉しいね。何を売ってくれるんだ。あんたよ、脳みそってのは普段 20% しか使えないことは知ってるか。どんなに頑張っても 30% だ。一つ聞きたい。君は今までの取引で重要な情報を伏せてるな。なんだよ。副作用だよ。副作用。どんな薬にも必ず副作用がある。聞かせてもらおうか。わかった。お前この話絶対に他に言うんじゃねえぞ。最低限買ってもらわないとこれは言えねえ。情報だけを渡すってわけにはいかねえんだよ。極秘事項だ。なるほどな。ではこれでどうだ。まず50払おう。副作用を話して納得したら残りも払おう。これでどうだ。分かった。飲もう。お前それ酒残ってんだろ。貸せ。なあ、かまわんよ。ずいぶん飲んべえだな。ああ、ありがとう。はい。威勢がいいな。あなた、ここのビール全部飲み切られちゃうのよ。味がしねえんだよ。お気に召さなかったか。ちげえよ。このピンクレモネードな、飲むたびに五感を失ってくんだ。なるほどな。傑作ができたと思った。でも三錠四錠と飲むたびにどんな女を抱いてもどんな酒を飲んでもギャンブルでクソほど当てても
何も感じねえんだよ。だから 100% これは味わったら抜けらんねえ。うん、なるほどな。わかった、約束通り買い取ろう。取引成立だ。おおっちゃん、ちょっと待ってくれ。うん、どうしたね、まだ何かあるか。あんた50ってのは50ロットの話じゃねえのか。まあ別にそれでも構わんぞ。まあそのクソ用だと部下には試させられないんだな。約束だぞ。なんだね。クソ用については絶対に言うな。私は約束を守るさ。もちろんだ。この部屋にいるやつは例外だよ。おい、そこのガキ。はい。お前ちょっとこっち来い。なんでしょうか。お前絶対言うんじゃねえぞ。おい。名前で呼んであげて。はい、大丈夫です。言いません。頼むぜ。悪いな、仕事がまだ残ってから。ああ、いい取引だった。ああ。商談はいかがですか。順調だ。今大口契約が決まったことだ。ああ、それは結構です。ああ、ここホテルカデシに契約を取り付けるとは随分とやり口がうまいようですね。こいつは傑作なんでな。差し支えなければ何を お扱いになっているのか分かっても。うわ、お前興味あんのか。なりに合わねえ思考してんじゃねえか。もちろんです。これでも目立たいことでは名が知れているそうですよ。なるほど。お前普段何やってんだ。ああ、失礼、これは名乗りが遅れて申し訳ない。私は GCC、 つまり複合企業の商業部門広報担当官を務めています。トラビスモニターと言います。なるほど。俺はさ、家庭こと分かんねえからあれなんだけど、広報官って何すんだ。ああ、よくぞお聞きくださいました。広報、その通り、我々ども属している GCC という会社を広く広めるためのことです。なるほど。それは今私たちがしているような会話もその一環ですよ。じゃあ仕事の一環でここに来てんのか。ええ、悲しいことに。俺も遊びに来てるように見えんだろ。俺もそうなんだよ、仕事で来てんだ。おお、それはそれは。さて、それだけのお方で扱っているものとは一体何なんですか。あのトラピスに一つ教えていただけませんか。そうだな、自己紹介から始めよう。俺の名前はピンキーって言うんだ、よろしくな。ミスターピンキー、ええ、覚えましたよ、どうぞよろしく。俺は関東直入に言うと薬を売ってんだ。なるほど、これはとても魅力的な話をかけられてしまいましたね。では私からも一つ提案をさせていただきましょう。あなたは先ほどその全てのルーツを一手に担いたいとおっしゃっていました。広く世界に広めるためにはその足が必要になるのではありませんか。我々ども GCC は総合複合商社として世界中各地に支社、支部、本店全てが揃っているのか。つまりあなたが受け取る100万円のほんのちょっとをいただければ、私どもで、あなたのその夢のような薬を流通させることもできなくはありません。ちょっと冗談よしてくれ。今日会った奴らの信用できると思ってんのか。俺がこの何年かけたかわかんねえ傑作をよ。情報渡すってねえ。あ、言うな、お前。それだけの薬とあれば、そう疑う。あるのも分かります。おめえのこと頭がいいと思ってたよ。頼むぜ、もうちょっといい提案してくれ。何か勘違いされていませんか。あなたが私に初めて会ったように、あなたのその薬も本当に神になれるのか。私どものファミリーでもネスウォークですら伺ったことがない。これを一口に信じて鵜呑みにしろというのは。あなたも少し頭がいいと思っていましたが。いやー、あいつは。わかった、わかった。50万でどうだ。はい。なかなか50万ではないぞ。50万。しかも、1錠買ってくれたらいい。この12時間を体験してもらうだけでいいんだよ。今日ここで会ったらええんだろ。商売ではねえんだよ。お前に幸せになってほしいんだ。後ほどこの私 GCC のトラビスモニターまで一報をいただければすぐにどこでも駆けつけます。分かった、ありがとう。じゃあ交渉お分かりいただけますか。成立だね、これはありがたくいただいておきます。一錠飲んだら俺に飛び込んでくるよ。あの快楽がもう一回味わいたいってな。
そうですか、それは期待させていただきます。ああ、またな。うん、それは良いビジネスを。おっと、人に追われてしまったようだ。これは失礼。ああ、それでは売れたか、よかったな。そろそろお開きの時間なんてな。ああ、集まってくれたまえ。いい交渉ができた。姉ちゃん、姉ちゃん、あら、この後よ、上だけ撮ってんだよ。一緒に撮ってんだよ。え、本当に本当に撮ってるの？うん、撮ってんだよ。じゃあ、酔っ払っちゃったか。一杯だけこっち。私ももう飲んじゃったから、一杯ご馳走してくださいますか？じゃあ、この後一杯な。後にして。邪魔すんな。これが家になる者もいるからな。笑顔で一緒だ。みんな、今日は遠いところ集まってくれてどうもありがとう。夏ももうすぐ終わりだがな、せっかくのリゾートなんで楽しんで行ってくれたまえ。それから、今日もしかしたら、とてもハッピーな薬を買った者もいるかもしれんが、あまりここで、羽目を外しすぎないようにな。ではおぎなぎにしよう。今日は、いい夜だった。ではみんな、良い夜をな。失礼。良い夜を。はい。ということで、ピンキーでございました。たくさん薬が売れたな。今日はこれぐらいでおいたまするぜ。あと、かわいい女の子は俺に連絡してくれよな。じゃあな。